あれなんか雪が積もった雪じゃない雪じゃない季節外れのと。へー、あとバンパーとか何バンパーすいませんモディーロモディーロね。で、で純正ホイールでローダウンは巻いてるんですか。結構純ベタ結構付き合う。あとはちょこっと本変えたり。あ、本書いたの中っすか書いたの中は前書いたの。ネオンとかね、だいぶいいか、ちょっとはい。おもう自分でやった感がすごいですね。そうですね、ちょっと配線が見てる自分でやった感がすごいです。すごい、人形もいたりです。そうですね、まだちょっと。あ、なんかカバーとかもね。はい、あと一応、もう一つへえ、あ、色が。はい。すごいこの配線感が。そうですね、配線がちょっと。ね。ああ。あ、これも。はい。ほらまた。すごいですねこれ。これはちょっと高橋くんもあれですね、ま、負けちゃうかもしれない。いやいや、なんで。すごいですね。あとはそのぐらいですか、やったら。そうですね。ね、そう、セルシュのフォイル。あ、はいはいはい。セルを塗ったんですか。はい。自家塗装はちょっと汚いですけど。あ、自分でこれ塗って。はい。このね、自分でやったぞっていう感がいいですよね。いいっすね。でここまでやればもう思い残すことはない。いやでもまだもうちょっとやりたいなってのは。まだやりたいですか。はい、これを。じゃあまだセルシオいけないですね。そうですね。もうちょいっすね。もうちょいっすね。だいぶ愛着はちゃってるんで。ね、これも取っとくかもしれないですね、もしね。そうですよね。ちょっと乗り続けたいなと思って。今2台持ちが流行ってますからね。そうです。自分らみたいにこう。これも積んで、ウルファもね。でこれ閉めると どんな感じ？バリバリ。そんな音量上げてないんで。ああ、まあまあ上げると結構バリバリ。これね、塗装は剥がれるんですか？そうですね、ここ厚くになるので。ああ、ね、この辺りもね、飾ってる、はい。